はい、こんにちは、コジルンです。今日もファイナルファンタジー10スフィア版縛り続きをやっていきたいと思います。スフィア版縛りということなので、スフィア版は一切動かしていません。初期状態のままですね。これを振っていかないと HP や攻撃力、スキル何も覚えられない状態で、初期状態のまま、最後まで行こうという、まあ、だいぶ不安になってきましたけれども、頑張っていきたいと思います。魔物の動きが活発になっています。気休め程度ですが、どうぞ。ハイポーションをもらいました、ありがとう。エボンの紋章には不思議な力があります。そちらの紋章の上に乗ればそれがお分かりになるはずです。じゃあ乗っていきましょう。これは魔法の力で動いているのかな、そんな感じなんでしょうね。この辺まで来るとさすがに相手も強くなってくるので、なかなか戦闘は大変だと思いますが、頑張っていきたいと思います。先制を取られてしまうと結構辛いですね。痛い。でもまあ一発で死んでしまうわけではなさそうで、ああダメですね。思ったよりは戦えるのかなと思っています。毒が効いてくれるといいんですけどね。あ、死んじゃった。これはまずいぞ。ユナの方が行動順がちょっと早いかな。とりあえず起こして、痛い。フェニックスの王で、ユーナもね、レイズも覚えられませんので、アイテムで起こしていくしかないですね。ユーナごめん。ルールーで落とせるかな。一発じゃ無理ですね。早速ゲームオーバーですよね。もう逃げた方がいいのかな。はい、戻ってきました。アイテムもらって進んでいきましょう。何もなかった。今始まったところですよ。よし、気持ちを切り替えてもう一回行きましょう。まだなんとか倒しながら行けるとは思うんですけどね。わっか、石化になってしまいました。すごい形のまま固まってる。上を見上げてますよ。これは玄関先に飾っておきたい。すごい格好。とりあえず輪っかをなんとかしてあげましょう。よし、いいよ。輪っかね。またせっか。起きて。狙われすぎるじゃん、輪っか。いやー、痛いよ。持ち直せるかな。
ルールよりはワッカの方が行動が早いと思うのでワッカを起こしますけれども、何なんだ、なんか言ったな。あああらまちょっとしんどいな。起きて起きて、やっぱり一匹を集中して倒しておかないとダメですね。3体相手だとちょっときついですね。あールールごめんよ。よし、あ得になった、ラッキー。ロックはもうほっとけば大丈夫かな。あーやばいやばい。いやーまずいな。ユーナごめんよ。やっぱりちょっと先駆けの武器を作らないといけませんかね。相手より先に行動できないとちょっとこの縛りだときついですね。よし、あとはこっちが先に動けますね。とりあえずアーロンさんは一撃でこれいけるんじゃないかな。あ、いけない、いけない。ルールでブリザードを打ってこれも一発じゃ倒せないと。あ、ピンチにバファイ防具のおかげで、でも全体攻撃でやられました。ギリギリですね。よしよし、あーとりあえずここは起こしましょう。あ、違う違う、ワッカじゃない、ルール起こさないといけない。これでルールを起こして、これで勝てるかな。ユーナは、いや、決まりでいけた。勝っても油断は禁物。本当に油断は禁物ですよね。さて進んでいきましょう。キノコが出てきましたね。これはね、一番最後に倒さないとちょっと大変厄介なので、キノコには触らずに他から倒していきたいと思います。とりあえずこれを倒して、エレメントをブリザードを痛い。アーロン、しのいでるんですか。血を先に倒して、で最後に流線でも花粉飛ぶかな。大丈夫、はい、嫌で焼くと。あー花粉、魔法の方があの花粉は飛びづらいんですけれども、全く飛ばないわけじゃないですね。痛い痛い。じゃあよしよし、なんとかいけそうですね。
こっちが先に動ければいいんですけどね。センギルをいただきました。ありがとう。召喚師様ご一行ですね。ぜひこちらをお納めください。ポーションを10個ありがとう。作戦が終わったらルカの町で仲間と思いっきり騒ぐんだ。もう店も予約してある。だから絶対来て帰るんだ。作戦に成功したらジーンも波紋を解いてくれるかな。どうなんでしょうね。でも本当に成功しちゃったらジーンは、手のひらを裏返して自分たちの手柄にするんじゃないでしょうかね。連絡は受けております。この先の作戦司令部へお急ぎください。老師様、召喚師様がいらして隊員たちの士気も上がっています。無論私も同様です。ありがとうございます。作戦の展開次第では多くの犠牲者が出るでしょう。その時は召喚師様、何とぞ一回送りを。ここも戦場になる可能性がありますのでご注意を。万能薬をいただきました。ありがとう。と大きいのが出てきました。おばさんに負けられないよな。とりあえず暗闇にしておきたい。よしよし、入った。これで、避けてくれる確率は高まりました。パワーブレイクを入れて相手の威力を下げておきたいと思います。で、あとは毒が入るといいんですけれども、よしよしよし、いいですね。毒が入りましたね。俺の出番だ。じゃあティータの武器をスロー攻撃にしておきますかね。スローは効いてないですね。まあ全部じゃないのでね、スロー回だとほとんど効くんですけれども、普通のスロー攻撃なのでね、何回かに1回しか効かないと思いますけど、まあ、毒が効いているので問題はないでしょう。よしよし、線は大きいですね。よし、倒しました。あ、でも3体の細かいのが出てくるよりは楽ですね。1体なので大きいの1体の方が楽ですね。私の説得では作戦を止められませんでした。でも討伐隊の方々を見ていると何もせずにいるのが辛くて、だから今は私にできることで力になれたらって思ってます。私には戦う力はありませんけど、多少白魔法の心得があります。今はその力を役立てたいと思っているんです。お役に立てること回復してもらいましょう。ありがとう。お役に立てることありますか。お気をつけて。ここはシェリンダちゃんに3回話しかけると、全回復してくれるので、ぜひとも話しかけておきたいところですね。そしてまた大きいのが出てきました。スローが入るといいんですけどね。パワーブレイクを入れて、
プラインアタック。よしよし、毒も入ってくれましたね。ワッカのブラインアタックも2回しか使えないんで、ちょっとねそこが問題ですよね。やっぱり武器に頼っていくようになるんでしょうね。よしよし、クリティカルが出ましたね。とりあえず暗闇になってくれていればそんなに困らないですね。音も聞いているので、よしよし、これで相手が自爆かな。はい、線引いて倒せました。やっぱり先は長い、行くぞ。行きましょう。次の方が楽ですね。ハイポーションをもらいました。ありがとう。ここも戦場になる。よしよし、ただ下にエルマがいるので、くそ、すっきりしねえぜ。ワッカのスッキリしないはシーモアのことなんでしょうね。パワーブレイクを入れて、よしよし、毒が入りましたね。毒本当に助かりますね。アロさんだけ受けた。スローも入ってますね。毒、暗闇、スロー、全員受けてくれた。もうワッカに MP がないので暗闇攻撃に持ち替えておきます。じゃあ持ち替えなくても大丈夫だった。先は長い、行くぞ。よしよし、エルマと話そうとしたら逃げられましたね。どうやって入ってきたんですかって聞かれるはずなんですけれども、で向こう走っていっちゃったので、よし、じゃあここに登ってきました。こっちは何もなかったかな。これ召喚師様への差し入れです。いざという時は頼みます。グスポーションありがとう。作前司令部は海を見下ろす高台に布陣しています。この先の砲兵陣地を通り抜ければすぐそこです。司令部周辺にいた魔物は制圧しました。安全が確保されております。よし、じゃあ進んでいきましょう。君らも万全の準備をした方がいい。これを役立ててくれ。400ギル、ありがとう。討伐隊の主力は海岸線に集結している。真の上陸を水際で阻止するのだ。真と正面からぶつかるので全員決死の覚悟を固めている。私の戦友も海岸線に配置された。生き延びてくれると良いが。そうですね、生き延びてもらいたいですね。ここのマップにはアルベド護持者があるので、忘れずに
回収していきたいと思います。これをぐるりと回り込んだここに本が落ちています。ちょっと見づらいですけれども、アルベド王子書第10巻を手に入れました。ぬ、ね、のが覚えられました。ティーダはアルベド語サンチニフダルになった。短期留学と読みます。で、アルベド語辞書も1巻から10巻まで間なく今のところ集められています。よし、じゃあ進んでいきましょう。ここまで来るとセーブポイントまであと少しなので頑張っていきたいと思います。見慣れた3人組が登場ですね。とりあえずワッカでちょっとアタックリールをやってみようか。もう勘弁しねえぞ。これがね、揃わないんですよね。1、2、まあ、2が1回来ただけでもよしとしましょう。本当は全部2を揃えないといけないんですけどね。アールさんでこれを叩いて、ルールーで、炎がいるからテンプテーションやめときましょう。サンダーが来ると結構痛いですね。ファイヤーはアーロンさんで花粉が出ないのを願いながら叩きましょう。あ、出たか。厄介ですよね、花粉。アーロンさんは寝ない。痛い。もう一発。いけた、いけた。あとはこいつだけ。あ、ルル。あ、ダメだ。アロンさんじゃ当たんないので決まりで、あー、ダメか。いやー、わっか、これはまずいですね。じゃあ敵の技自爆いってみましょう。えい、あ、あー、みんな死んでたよ。これ一番やばいのやっちゃった。もしかすると最初からかな。オートセーブがありますように。普段自爆なんか使わないからすっかり忘れてましたね。さあどうだ。あ、ありますね。多分途中からできそうですね。お、いいぞ。最後の登ったところからですね。で、気を取り直してやっていきましょう。いや、うっかりしましたよね。ここからできてよかったです。さてと、ここに戻ってしまったということは辞書がまだ取れていない状態なので、とりあえず辞書を取りに行きましょう。この人は話した人かな。400ギルありがとう。よし、じゃあ戦っていきましょう。キノコが2つ出ているのでちょっと大変ですね。切り崩してやつ。オーバードライブ、これができた試しがないやつやっていきましょう。やっぱりできない。まあいいでしょう。とりあえず全体攻撃でみんな当たりましたので、
これで終わり。ティンファイヤーで、これがまた7いけた。なかなかね、10回ぐらいできるらしいんですけれども、7以上行ったことがありません。なんかコントローラーが壊れちゃうような気がして、で、自爆をちょっと今のうちにやっておきましょうか。1932、いい威力ですね。あ、ちょっと痛いな。そしたらとりあえず毒を入れておきたいので、輪っかを出します。毒入るかな、入らなかった。ルールを下げて、任せとけ。ティータで、暗闇が入りましたね。暗闇が入ってくれたので、きっと倒せるでしょう。毒入らないな。避けた避けた、いいぞ。あ、毒が入ってくれました。はい、倒せました。よかった。ちょっとここでオーバードライブタイプを見ておきたいと思います。何になっていたか、次は策略にしときましょう。ルールは避けるので、カレーでいきます。カレーか。ユナは GID かな。アーロンは外科。ラッカも外科でいいかな。策略の方がいいかな、毒を使えるので。キマリ投資でいいか。投資のままでいいでしょう。はい、じゃあ辞書を取っていきましょう。はい、無事にアルベド語辞書回収ですね。じゃあ戻って、先制攻撃ですね。先制攻撃痛いよね。とりあえずエナジーレインで連帯攻撃。お、止まった。よし。もう全体に当てることが大切ですね。お、いいぞ。花粉は後回しにしましょう。エレメントを先に倒しましょう。もう一発かな。決まりでいけるかな。OK、一匹だけになってしまえば、寝てしまってもそんなには大丈夫でしょう。と、上に上がる前に、一箇所取り忘れがありますので、これを下りましょう。こっちを下がって、ここに宝箱が一つあるので、これを回収していきます。静かなるコテ、これは決まりの僕ですね。静かなるコテ、晩作防御、暗闇防御、まあ晩作防御はゆくゆくあった方がいいので、ありがたいですね。後半になってから欲しい防具ですね。
じゃあ登っていきましょう。これさっき喋った人かな。あ、そうですね。じゃあ上に登って、はい、この階に来ればセーブポイントがありますね。何はともあれセーブをしましょう。司令部周辺の魔物は退治しましたが、もしもの時にはこれを使ってください。メガポーションをもらいました。ありがとう。アルベド族が設置した機械式昇降機です。司令部に行かれるのでしたらこちらをご利用ください。教えに反する機械ですが、先ほどシーモア老師もご利用になりましたよ。シーモアも登ってったと。マッカは気が気じゃないですよね。なんで先輩だけですか。俺も前線で戦わせてくださいよ。上の決定だ。俺だっていつまでも新米じゃないんです。前線に出してくれたら証明してみせますよ。司令部を守るのも大切な任務だろうが。俺がビサイドからここまで来たのは真と戦うためです。分かっているが命令だ。さっさと配置につけ。先輩まあ、ガッタの気持ちもわからんではないですけど、組織っていうのは所詮そんなもんですからね。さて話していきましょう。通行許可が出たのか。ああ。ガッタ、かわいそうだったな。戦わずに済んで運がいいじゃねえか。大体なんで戦うんだ。主役はアルベド族の機械だろ。はっきり言ってしまえば、俺たちの戦いは、そう、機械の準備が整うまでの時間稼ぎだな。ワッカは面白くないですよね。ワッカ、もう話す機会がないかもしれないから謝っておきたいことがある。ルッツ、ダメ。なんだ。お前の弟を討伐隊に誘ったのは俺だ。すまん。ワッカ、落ち着け。ワッカ、一緒にブリッジやってるよ。大会で一回でも勝ったら、勝ったらルーに結婚申し込むって楽しそうに話してたのによ。ある日突然討伐隊になるだもんな。好きな女と一緒にいるよりも、そいつの近くに真を近づけないように戦う、そっちの方がかっこいいかもってあいつは言ってた。ルー、知ってたのか。この旅に出る前にね、聞いた。ルールーのパンチも効いた。前線に配属された隊員は速やかに海岸に集合。悪い、時間だ。ルッツ、死ぬんじゃねえぞ。殴り足りないか。全然足りねえ。
ルッツさん、ダメ、行っちゃダメ。ありがとう、ユナちゃん。通してやれ。お前が召喚師の道を選んだ覚悟とこの男の覚悟は同じだ。邪魔するな。どうしてユナが道を開けたのか、それが分かったのはずっとずっと後のことだった。さて、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。ではまた、バイバイ。